盛り期の会話の交換します。まあ、ちょっと23のやつ通常ついてるんで、23の新品のものに変えます。まあ、かなりこう切れ味がいいので、扱うときは気をつけてください。手を切らないように。これ今草刈り機を刈払機反対にひっくり返しているので、通常この回転方向、こちらの回転方向に回るっていうことで、これ通常ですとこちら側、刈払機のこちらが 上側になって、こちらが下側になる、こういう向きで通常つけていきます。このネジはこれ自体が、逆ネジなんで、通常右で締める、右に時計回りに回して通常締めるんだけど、逆ネジなんで反対、時計回りと反対に回して締めていく。これ外すときに、この裏側に、六角用意しておいてもらえると分かるんだけど、穴をね、入れられる場所があります。こんな感じで、六角が入ります。ね、ここで六角でこう止めてもらうと、これが固定して動かなくなるというふうになります。まあ、以前これ取り外し取り付け方の、動画をアップしてるんで、概要欄の方に出てきますので、そちらで見てください。まあ、今回 23mm の 23mm の、そう付けていきたいと思います。簡単です。まあ、このようにつけて、あとはこの下から六角を入れて、これだとね、回っちゃうんで危ないです。こう触りながら、持ちながらこれを締めると危ないんで、ね、まあ、多少までは締められるけど危ないので、ここで一回締まったんだけど、締まったんだけど、このままだとこう回転しちゃってね、六角を差し込んで、これで今動かなくなりました。あとはこの刃を絶対ね、握らないでください。これ持つと危ないんで、ね、よく切れるんで、今六角を刺したんで、このチップ層が固定できた。これで今固定が終わりました。動かないです。六角を抜くと動きます。こんな感じで、まあ、これで取り外し取り付けは終了。これで、これでよく切れると思います。まあ、こんな感じで簡単に交換ができます。無理して外そうとすると、どうしてもこう持ってね、無理して力でこのチップスを固定する方法わからないと、手でね押さえてね、怪我する人いるんですよ。危ないんですよ、こうやって動いちゃうのが。だから必ずチップスを固定して、固定してあげて、固定してあげるともう動かないんで、そこから差し込んで固定していく。そうすると怪我はしない。そこだけ注意点、まあ、気をつけて交換するようにやってみてください。まだまだ草がね、対策続きますんでね、皆さん怪我しないようにやっていきましょう。